し。調べる必要があるな。弱点は見当たらないな。
相手や。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。さて。お？
シャドウ確認したぜ。注意しろよ。ふん。アダラメ様の仕掛けを乱せる。ここはもう一人の俺だ。くらえ。向こうだと。食らうぞ人間。来い。食らえ。早く終わりにしろ。誰かとどめろ。行かねえだと。面倒ない。あっ、食らうぞ人間。そのいただいていく。早く終わりにしろ。くらえ。しぶとい。くらうぞ人間。いい加減言っちまえよ。許さない。いけ。さすがだ人間よ。この程度で俺はもう一人の俺だ。よし。よし、終わり。早く先に行こう。
を発見したぜ。シャドウがいるよ。どうする？暴いてやる。これしまえって。よし、こちらの先生だ。そんな。こいつの弱点は氷結属性だな。手だったな。
感じるぞ。感じるぞ。お？何か。どこかに研ぎ澄ませ。見える。ジョーカー。いいか？ここで一旦休憩しようか。
ス。おや、帰ったか。では。くだらん。すまん。ちょっといいか。
や。本気にするだろうか。何しろ有名な人だからな。これまでも誹謗中傷の手紙はよく届いていた。書かれた罪状がマジかどうかは野郎が一番わかんだろ。というかまたリュウジが出すのか。前回微妙だったぜ。ならユウスケやってよ。すっごいアートにして。アートに。いや、バレるのがオチだ。俺の絵も文字もあの人はよく知ってる。じゃあ俺が考えたやつをかっこよくしてくれよ。予告状のデザインか。面白いかもな。怪盗団にとっても決まりだな。よし、あとはお宝をいただくだけだ。お前ら準備を怠んじゃねえぞ。おう、帰ったか。お耳に入れたいことが。ちょっと外させて。なんだね。こんなものが表に。手紙？それが、そ、才能が枯渇した巨職の滞在人、マダラメ一流斎殿。権威を飾り、門下生から着想を盗み、盗作すら厭わぬ芸術家。我々は全ての罪を
お前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する。心の回答弾より。誰の仕業だ。わかりません。同じものが至る所に貼られてまして。防犯カメラは。犯人らしき影はどこにも。猫が一匹映っていただけで。とっとと剥がしてこい。はい。なんだ。個展への影響といいますか、いたずらとは思いますが、マスコミなどには。盗作が事実だとでも。滅相もございません。ガキどものいたずらか。まあどうということはない。どうせ奴らもこの個展が終わるまで。これでいいんだな。うん、上出来。文章もかっこよくなっ。これで今頃お宝が出現している。せいぜいシャバの空気を味わっとけよ、じいさん。てか、ネット見たか？あの予告状、もう話題になってんぜ。どいつもこいつも待ってろよ。あっと驚かしてやる。分かってるよな。決行は一発勝負だぜ。頼りにしてるから。ユウスケも迷いはないな。当然だ、やってやるさ。終わりですか。では、ゲーム。囚人、さあ、合体です。可もなく不可もなくといったところですか。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。可もなく不可もなくといったところですか。なるほど、これは強いペルソナです。
なるほど。これは強いペルソナです。可もなく不可もなくといったところですか。強力な力を持っているな。強力な力を持っているな。なるほど。これは強いペルソナです。なるほど。これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。可もなく不可もなくといったところですか。過度な力は破滅を招きますよ。強力な力を持っているな。強力な力を持っているな。強力な力継承するスキルを選ぶのだ、囚人。さて、どれほどの力を。これはこれは
過度な力は破滅を招きますよ。これで良いのか？かもなく不可もなくといったところですか。これで良いのか？かもなく不可もなくといったところですか。なるほど、これは強いペルソナです。これで良いのか？不可もなくといったところですか。かもなく不可もなくといったところですか。可もなく不可もなくといったところですか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。可もなく不可もなくといったところですか。もう終わりか？時間です、囚人。
な。お？書くか。行くぞ。行くぞ。
な？こんなのがお宝？離れろ！さかしいネズミめ。貴様らが探しているのはこれか。我が輩にネズミ取りなんてナンセンスだぜ。偽物用意してたってのか。日本画の世界では贋作は肯定されているのだよ。なぜ変わってしまった。有名になったからか。育ての父に罪を問わなきゃならないこの痛みがお前にわかるか。思い返せばお前を預かったのはお前の母を世話した縁だったな。あの女は夫が死んだ後も絵画への情熱は失わなかった。その技術と才覚には目を見張るものがあった。だからお前の母も生み出した作品も全てこの私の作品だ。クソすぎる。メイドの土産に見せてやろう。本物のサユリをな。本物。あれが本物のサユリ。まさか母さん。はあ？そりゃそうだ。それはお前の母親が描いた自画像だからな。死期を悟った女が残していく我が子への願いを描いたもの。それがサユリの称える表情の神秘の正体なのだ。そんな大事なもん、ね、一目で思った。手を加えて私の名前で出せばこいつは大いに受けるとな。絵の中の赤ん坊をなぜ塗りつぶした。演出だよ。赤子を塗りつぶせば女の表情の理由が謎になる。そこに俗人は引きつけられるのだ。寄生虫じみた評論家どもも全員そう書いた。ずっと感じてた違和感、なんか今わかった。盗まれてスランプになるほど大事な絵なら複製して売ろうなんて考えるわけない。あんたは芸術なんて愛しちゃいない。本物のお宝はそっちでも本人の実力はさっきの落書きの方ってことだな。笑えるぜクソが。あくまでも盾つくかなら私の作品となったユウスケは私の未来のため刈り取らせてもらうぞ。そこの無礼な友人ともども、親子両方を物扱いなんてひどすぎる。フォックス。作品は一つの例外もなく潰したと。母さんもなのか。たまたま私の目の前で発作を起こした。その時思ったよ。ここで助けを呼ばずに過ごせば絵をしがらみなく手に入れられるとな。まさか見殺し。体の弱い女だ。発作でくたばっても誰も疑わない。だいたいユウスケおかしいと思わんかったか。
お前が三つの当時、ガサイを見出して引き取った？貴様を飼ってやったのは、サユリの真実に気づかれてはと思ったゆえ。貴様が。母親譲りのガサイは、嬉しい誤算だったがな。着想をいただくなら、大人よりも2回戦子供の将来を奪った方が楽だ。お前のおかげで思いついたんだ。感謝しとるよ。ユウスケ。礼を言うぞ、マタラメ。お前を許してやる理由が、たった今全て露と消えた。貴様は腐った芸術家じゃない。芸術家の皮をかぶった世にも卑しい悪鬼外道だ。どいつもこいつも人の美術館に土足で入って好き勝手して。この世はモテる者がルールを作り、おたずまして絵画の価値など全ては思い込み。美術界のルールはわしだ。わしこそ至高、わしは美術界の神なのだ。やばいぞ、下がれ。欲望のために貴様が描いた絵ほどの価値もない。ジョーカー、気を抜いてはいけない。何してくるかわからんぞ。この状況は弱点がわからないな。いろいろな技を使ってみないと。まだやれる。ヘルスナル。まだ雨が出たぞ。くそ、わしはあの、補填を開けば満員御礼のまだらめだぞ。貴様らのような無価値なガキ。まだ言うか。
貴様に食い物にされた者の怒りたっぷりと味わってもらう。今がチャンスだ。本体を攻撃するんだ。そこか。このわしがペルソナ。彼はもう一人の俺だ。大人を怒らせたな。まさまずい。フォックスがピンチだ。いただいていく。フォックス、体力低下、気をつけるんだ。よっと。なんだと。ガッツお前から下げられてるぞ。はい。マジか。ペルソナ。変わるだけじゃ済まないはずだ。警戒した。ペルソナ、くらいな。スカル、防御力が落ちてる。ペルソナ、それ。ガキめ。フォックスだ。早く立て直すんだ。フォックス。姿。ここから反撃だぞ。くらえ。塗りつぶされてるぞ。このままじゃ危険じゃないか。フォックス、体力低下、気をつけるんだ。ぶっこめ。ペルソナ、これだ。感謝する。ガキめ。フォックス、早く立て直すんだ。まずいぞ。まだやれる。これだ。すまないな。スカル、防御力が落ちてる。ペルソナ、やめろ。そんな脅しでひるむと。やってやる。
今がチャンスだ。本体を攻撃するんだ。この状況は外が、ベルトだ。ぶっこめ。体力に注意だ。食らえないよ。ベルトだ。真の芸術など誰も望まんのだ。わしだって被害者なんだよ。そうだろう。言い訳かよ。美術界は所詮金の世界。金なしではのし上がれない。なあユースケ、お前ならわかるだろう。金のない画家は惨めだぞ。もう戻りたくなかっただけなんだよ。下等か芸術の世界を語るな。お前はもう終わりだ。助けてくれ。命だけは。現実の自分に帰ってこれまでの罪を告白しろ。すべて殺さんの約束しろ。わかった、わかったから。あやつは来ないのか。あの黒い、うん、小細工する記録は残っとらん。黒い仮面？誰？まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか？ダメだ、急げ！乗れ！なあ、ユースケ、わしはどうしたら。優秀の美くらいせめて自分の作品で飾れ。ユースケ！おい待ってくれ。なあユースケ、ユースケ！目的地が消去されました。あ、作戦は一応成功か。あとは改心が起こるかだな。つか逃げえし、なんでブラック？さゆり、母さんとかってこんな場所で泣き出すんじゃねえぞ。まだらめの歪んだ欲望の正体がこの絵だったなんてな。
これを書いた母さんが知る由もないのがせめてもの救いだ。アトリエにある本当の本物は塗りつぶされちまってるわ。皮肉だが今やこっちがちん…すっごくいい絵だね。それに時間はかかっちゃったけどちゃんとユウスケに届いた。感謝している。だけど今さらこの絵が認められることは。適当につけた誰でもない女の名前だろ。ミステリアスにするためのな。まだらめのつまらない演出。まあ本名つけたら盗作バレるしな。これが母さん。顔なんてはっきりとは覚えてないはずなんだが、この絵を見た時の衝動間違いじゃなかった。やめろっつーの。品性がないぜ龍二は。つか、これからどうすんだ。俺らはこれからも大物狙ってくけど。なぜそんなこと。クソみてえな大人とか社会、それを見返すた大人の身勝手に苦しんでいる奴らをさ、勇気づけてもやりてえし。勇気か、与えてどうする。抗う勇気ってことだろ。それがあれば幸せになるのか。まあな、全員がいい結果になるかは分かんねえよ。やってみなくちゃ分かんねえ。己次第ということか。なら今の俺と同じだな。俺も大人の身勝手に苦しんだ一人だ。それにパレスとやらの探索をすれば着想の幅が広がるかもしれない。ほんと絵のことばっかだな。すげえよお前。美しくない計画には乗らないぞ。大丈夫、私がいるし。それにターゲットは必ず全会一致で選ぶのが決まりだから。どうだジョーカー、ユウスケがいれば予告状もハッタリが効いたのになるぜ。には答えてみせる。しかし気になるな、我が輩たち以外の侵入者か。黒い仮面ってだけじゃ個人とも限んないよね。けどもう確かめらんねえよな。パレスなくなっちまったし。まだらめを探ってみよう。何かわかるかもしれん。平気？その何かあれば連絡する。じゃあみんなと連絡先交換しといた方がいいよね。画家と怪盗の二足のわらじか。一度きりの人生だ。それもいいだろう。しかし侵入者の件は少し気になるな。2人目の大物もやって
しかも新しい戦力まで。いやあ、順調順調。どっかのバカ龍二に爪の赤を飲ませたいぜ。それにしてもお前持ってるよな。5人目のペルソナ使いだぜ。戦術の幅もだいぶ広がる。それに怪盗に神秘眼は欠かせない。その点ユースケは本物だ。芸術家なんてそうはいない逸材だぜ。まあちょっと変わってるけど。芸術家か。我が輩ってどんな人間だったと思う？実は悪いやつだったなんてオチはねえよな。人の欲望の塊にあんな夢中になっちまうし、他にも異世界での変身だって我が輩だけ。自由に猫に戻れたり車にもなれたり。特別だけどやっぱ妙だよな。我が輩って何も。本当にそう思ってる？適当に返しやがって。ま、我が輩みたいに立派な志を持ったやつが悪人なわけないか。西に困っている人あらば助け、東に悪人あらば成敗する。南で歩きタバコする人がいれば注意し、北でいたずらされてる猫がいれば見捨てない。体は丈夫で雨の日も風の日も一日一善。そんな理想的な人間のはずなんだよな。だから人間に戻ればきっとあの子も振り向いてくれるよな。当然だな。人間になったらどこ行こうかな。どんなところが好きかな。遊園地、映画館、おしゃれなカフェ、ショップ。お前どう思う？
やるか。I can't tell you how to see me.